モリモリ国へようこそ。モリモリ質問コーナー。モリモリネーム大友さんからいただきました。いつもありがとうございます。ツイッターで今出ているアンアンに、男の中身はいくつになっても小学4年生のままと書いてあるというのを読んで、アンアンを買ってみましたが、どこに書いてあるかは見つかりませんでした。私はこの発言は結構当たっているなと思いますが、あさりさんはどう思いますか、ということで、ちょっとこれ面白いなと思って紹介させていただいたんですけれども、男の中身はいくつになっても小学4年生のままと書いてあるらしいんですが、あんまりそう思わなくないですか？思います？私よく思うんですけど、私女性じゃないですか。で、女性って男の人を幼稚だ幼稚だって言うんですけど、女も結構幼稚じゃないのって私は思うんですよね。まあまあ小学校4年生かどうかっていうのは考えたことないんで、何歳ぐらいっていうのは考えたことないんですけど、でもなんか女も結構幼稚っていうかギャーギャーうるさいなとか、まあ自分も女なんで思うんですけど、幼稚かな、まあ、でもある意味そういうことじゃない、ところ小学何年生っていうのは、ゲームが好きとかおもちゃだったりゲームとか、そういうのに憧れがあるみたいな。でも結構女性も好きじゃないんですか？ゲームとかおもちゃとか漫画とかね、結構好きじゃない？そこ女性も好きでしょうとか言うと、キーっていうのがあるじゃん、ミステリーになるじゃん、キャラ言わない。あー、分かる分かるやばいですね。私は結構この番組でいつも思うんだけど、女性を敵に回す番組みたいになってますけど、決してそういうわけじゃない決してそういうわけじゃないんですよ。私も女性だから分かるんです、分かるんですけど、私はあんまりそのなんですか、あんまり女性のこう男性を見下した発言があまり好きじゃないというか、なんか女性は女性、男性は男性でそれぞれ違いがあっていいと思うし、別になんか男って幼稚だよねって言うけど、女も結構幼稚だと思うんですよね。だってさ、あんまいいとね、叩かれちゃう。あんまり、具体的に言うとちょっと叩かれちゃうから言えないんですけど、って思うことは結構ありますよ。ね、女性も結構子供っぽいなって。なんで女性ってこう、ほら、くだらない、ほんとくだらないんです。なんで女性ってこう、なんか恋愛の話しかしないんだろうなとか思ってません。なんか、ないですか、その時。ないですか、たまに聞くならいいんだけどさ、いつもその話とかさ、ちょっとさ、ね、みたいな。たまには違う話でもいいんじゃないかなとか女性を敵に回す番組って書いてありますけど、こうなかなか言えない、普段こうね抑圧しているね、この本音をね、この番組では結構ねモリモリバーンするのが結構好きなのでいいじゃない。そうね、やばいよね。でもね、女性は本当に敵に回すら怖いんですよ。そうだから、いや、やだ、怖いよやばいやばい、もうちょっと何か言えよ、いやいや、袋叩きに、だって私ね、じゃあちょっと一個言っちゃうけどさいいえ、ちょっとさ、ちょっと一個だけ言っちゃうけどさ、なんで女性って前から思ってるんですけど、ババアなのにババアって認めないんだろうって思うんですよねなんでさ、思うじゃん。私ね、これね、ほんとね、友達に怒られちゃうけど、この間友達と飲んでる時に友達にババアって言ったんですよ。そしたらすごい友達が怒ったんですね。ババアじゃないっつって。でもその友達はもう30中盤ぐらいなんですね。ババアですよね。でね、私ね、別にその全国の女性を敵に回したいわけじゃないの、わかるの。だけどね、でも私はでも自分がババアだと思ってるし、別になんかそのババアっていうことになんでそんなにネガティブな気持ちを持ってんだろうっていう。別にみんなババアになるじゃん。なんかその人しかない欠点だったら嫌だけど、みんななるものなのに、なんでそんな頑なにお姉ちゃんって言われたいんだろう。じゃあ何歳までお姉ちゃんでいるつもりなのって聞いちゃいましたよね聞いちゃいましたね、これね。女性、え、いや、それはさぁとか言って、友達がちょっとこうどもってたら、他の友達がちょっとさ、もう小田さんには勝てないんだからやめときなみたいな感じで、なんかこうね、なだめられてましたなんでそんなにババアって言葉が嫌なのかが分かんないんですよ。もうね、これを議題にしたいぐらい。なんで世の中の女性は、え、シワとかシミがあるように思われるから。でもそれってさ、シワとかシミがあるって言われたわけじゃない、ババアって言われた年齢的に。そう思ってババアってちょっと今日ババアってすごい連呼しますよね